これ三元は教鞭取ってるから国分行かなあかんねんな。あー、俺も。じゃあ国分で飯食おうや。オッケー。うーわ、人多すぎやろ。ケツないねん。おい、あそこのやつら食い終わるで。うわ、シャチ捕らえたんだろ。ウェーイ、お前宮古落ちな。うわ、あいつら飯食い終わってるのにトランプしてるやん。キモ。え、そんなんとんかつ卵あんかけの一択やろ。お前って一気それやんけ。俺は今日は味噌ラーメンにしよう。あー疲れた。明日提出のレポートやった？いや、まだ終わってない。友達が答え入手してくれたら送るわ。お、ナイス。あー今日はサバの味噌煮やな。俺も最近サバ食ってないからそれにしよう。あー席埋まってんな。セブレにしようや。オッケー。弁当もカップ麺もほとんど売り切れてるやんけ。あーあー教養言論がある1、2回生のうちはよく国分キャンパスに行くんで、食堂も国分をよく利用してましたね。国分の食堂って異常に混んでませんでした？コロナ流行ってからどうなってんのか知らないんですけど、あそこは席待ちの人が多すぎて地獄と化すことがよくありましたね。3回生からは工学部の人はね、ほぼ工学部内で完結するんで、工学部の T ボックスっていうね食堂使ってました。あそこもよく混んでたんで、在学中はね食堂もっと大きくせえやってずっと思ってましたね。ちなみに馬は在学中ね、とんかつ卵あんかけ丼を200回ぐらい食べたと思います。なんか1時過ぎたらカツ丼も作ってくれたんで、なんかランスのね外の席で景色見ながら食うカツ丼は最高でしたね。あーテスト前しんどいな。図書館で勉強してたらこんな時間だったわ。もう外も暗いな。さっさと帰ろ。あ、ちょっと今日は疲れたし、100年記念館の前通って帰るか。うわーほんま綺麗やな。なんか心が洗われた気分になるわ。マジで神戸大学来てよかった。あー、家着いた。この家も場所悪すぎるからさっさと引っ越したいなぁ。ん？誰や？友達かな？はい。あ、NHK です。料金の徴収に来ました。あー、だる。あ、テレビないです。え、いや、奥にテレビあんなの見えてますよ。あ、ちょっと今日は急いでるんで。帰ってください。いやいや、そんなわけにはいきませんよ。こんな坂の上まで登ってきたんやから。いや、そんなん知らんし。じゃあ。あー、もうこの仕事嫌なってきたな。え、なんやこの景色。綺麗すぎる。あー、仕事やめよう。神戸大学の特徴として景色はよく言われますけど、実際見てみると割と感動するレベルで綺麗な景色が見えます。100年記念館がね結構有名なんですけど、六甲台キャンパスからの景色もめっちゃ綺麗ですし、まあ、基本ね高いところに大学あるからどっから見ても景色綺麗なんですよね。あとはマヤ山とか六甲山からの景色も最強です。新大生のデートスポットガチ、これありますね。馬は篠原北町っていうめっちゃ不便なところに住んでましたが、景色はね、こんな感じでしたね。たまに夜見るとね、すがすがしい気持ちになります。あ、おじちゃん久しぶり。おー、馬王か。久しぶりやな。今、年いくつ？今、18歳やね。今年から大学行ってる。おー、そうか。大学はどこ行ったんや？あ、新大やね。お、そうか、新大か。兄ちゃんの後ろは明治大学やったよな。まあちょっと兄ちゃんには及ばんかもしれんけど、大学生活楽しめよ。明治より下？どういうこと？新大って知らんのか、このおっさん。あ、おじちゃん久しぶり。おー、馬王か。そういや、今年から大学生やな。大学は？
ね、信頼。そうかそうか、信頼か。長男のカバオは北海道大学やったから結構さ空いてしまったな。は？僕何よりした？いい勝負やろ普通に。何や俺の親戚は信頼誰も知らんのだ。あー東日本で信頼っていうと基本的に信州大学がね連想されるようです。まあ確かにね信州大学は信頼ですけど神戸大学は略すとね神戸大ですからね。新潟大学もね信頼っていうみたいなんで割合少ないですけどその勘違いもありそうですね。ただ学歴的には余裕で神戸大学の方が上なんで信州大学とか新潟大学とかと間違われるのは新大生としてあんまりいい気分はしないですね。